吉田さんお疲れ様です。闇金牛島くんもそうですしね、南の帝王もそうですし、それから闇金ドックス、お金に関わる映画っていくつかあるじゃないですか。なんかそのそれぞれ思うんですけども、お金に困ってる人の演技ってめちゃくちゃみんな上手ですよね。だから実際に役者をやりながら、多分あの映画に出た俳優さんっていうのはね、下積み時代結構苦しくって、お金がなくって苦しんでいるってこととか、まあ、中にはね、消費者金をお金借りて返せなくって毎日頭痛いまんま、芸人としてね、舞台に立って人を笑わせるみたいな、そんな複雑な心理状態をくぐってきたからなのかなと思っちゃいますよね。いや、とにかくリアリティがありますよ。やっぱり闇金ドックス5ね、特に実際にあった京都市母子心中事件ですか、あれすごかったです。役者の力量がむちゃくちゃ出てたなと思いますね。いってらっしゃい。